ボイド軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は49,542人であり、2000年の49,752人から0.4%減少した。軍庁所在地はカトレツバーグ市であり、同軍で人口最大の都市はアシュランド市である。 ボイド郡は、ウェストバージニア州とオハイオ州にもまたがるハンティントン、アシュランド大都市圏に属しており、2000年時点の都市圏人口は288,649人だった。1860年に設立された、オハイオガーとビッグサンディ川に近く、州の北東端、広さ160平方マイルの地にある、アパラチア山脈のうねりのある緑に覆われた、丘陵地帯に囲まれている。 ボイド軍は、ケンタッキー州の軍として120軍中107番目の成立である。1860年に、周辺のグリーンアップ軍、カーター軍、ローレンス軍の一部を合わせて設立された。軍名は、パドゥーカ市の出身で、ケンタッキー州選出アメリカ合衆国会議員、同議長を務め、ケンタッキー州副知事に選出されてから間もない1859年に、 死亡したリンボイドにちなんで名付けられた。ボイド群となった地域に人類が住んでいた証拠として、人骨や埋葬品の入っていた多くのドモリマウンドがあり、この地域にインディアンが住んでいたことを示している。1973年の考古学調査で、紀元前2000年に遡る蛇型のマウンドが明らかになった。カトレツバーグ市の南、ビッグサンデ川に並行した尾根に沿って、 長さ900フィートも伸びている。ボイド軍の初期開拓者の中には、バージニア州から来たチャールズ・スミスがいた。1754年に、ジョージ・ワシントン大佐のもとに仕えた、フレンチ・インディアン戦争の古参兵だった。スミスは従軍の保証として、チャドウィックス・クリーンク沿いの広さ400エーカーの土地を、受け取り、1774年にマルタゴーヤを建てた。 スミスは1776年に死亡し、1797年にはアレクサンダー・カトレツに土地が渡った。この人物にちなんでカトレツバーグの町が名付けられた。1799年10月、バージニア州スタントンから、ポージ一家の者が入ってきて、ポージの上陸場を作り、これが後にアシュランドと改名された。ポージ一家の者たちが1832年に、 蒸気駆動の鉄用回路を建設し、これがボイド軍最初期の工業となった。オハイオ川のケンタッキー州側にある29の石炭を燃料とした鉄用回路のうち7つがボイド軍内にあった。ケンタッキー鉄石炭製造会社は1854年3月8日に法人化され、当時はクリーナップ軍内にあったアシュランドの町を形成した。この会社は 軍内の石炭、木材、鉄の用地数千エカーを買収した。レキシントンビッグサンディ川鉄道会社がその路線をアシュランドで終点でなく、当初の計画通りカトレツバーグまで延伸することを期待して、ケンタッキー鉄、石炭製造会社はその再建に21万ベイドルを投資した。アシュランドに早くから鉄道が敷かれていたことで、この街は、 軍の中で重要な存在になった。アシュランドの溶解炉は1921年にアメリカ圧縁会社に売却され、それがアーム湖製鉄に発展した。1963年、アーム湖は世界でも最大級の溶鉱炉であるアマンダ溶解炉を建設した。今日では AK 製功と呼ばれ、北部ケンタッキーで重要な雇用種であり続けている。 アシュランド石油会社は、州内に本社を置く中で最大の会社だった時期もあり、1924年に、カトレツバーグの南、リーチステーションで、ポール・ジー・ブレイザーが創業した。そのバルボライン石油生産で知られ、1999年には、コビントン市に拠点を移し、マラソン石油と合併し、2005年には残していた、石油の株をマラソンに売却し、 その石油事業部を解体した。カトレッツバーグにある当初の石油生成所は現在も創業を続けており、マラソン石油が所有している。ボイド軍は2007年から100石以上があるレストランで売り上げの70%以上が料理による場合にアルコール飲料の販売の許可を与えている。その例外がアシュランド市であり、アルコール飲料の販売はすべて許可によって、 認められている。このことで公式には、ウェットの都市がある制限付き、ドライ軍となっている。2007年以前は、アシュランド市がやはり例外だったが、その他の地域ではすべて禁止されていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は161.82平方マイルであり、このうち陸地160.17平方マイル。 水域は1.65平方マイルで、水域率は1.02%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アシュランド市連邦政府強制施設、アメリカ合衆国刑務所局が、ボイド軍の未編入領域サミットで、アシュランド市連邦政府強制施設を運営している。アシュランド市からは南西に5マイルにある。アシュランド市にある。 アシュランドコミュニティ効果カレッジは、ケンタッキー州コミュニティ効果、カレッジシステムに属する2年生入学開放型16カレッジの一つである。モアヘッド州立大学もアシュランド市に衛生キャンパスを持っている。ありがとうございます。